ですね、新キャラのダークシャドウ常闇文影使っていこうかなと思います。1回分つけきます。ダークシャドウ黒の伊達氏、いや黒すぎんだろ。でこの子の性能がですね、変身前にスケブが3つあってで30ターン変身と結構重くて2ターン変質しながら闇無効貫通を作って変身しますと。で変身したらこちらね、この誰かを抱きしめようとして避けられたみたいなイラストのこのダークシャドウを使っていくんですけど、でこいつがですね、暗闇耐性プラスに無効貫通に、無効貫通プラスが2つ、で冬に陰のカゴと、でボイスがさっきのやつね。でこいつのスキルがですね、3ターンで打てて1ターンなら自分のダメージ上限値が80億になる、で6解除して 3×3 正方形に闇を1つ生成とかで、まあ無効貫通分こう作ってくれますよみたいなね。じゃああんまり暗闇いらねえな、作ってくれるんだったらこれいらなくない、これ絶妙に。 OK でこいつのリーダースキル、影のモンスターをその身に宿す、すごいかっけー。闇を6個以上つなげて消すとダメージを半減、攻撃力が18倍、固定1000万ダメージ、闇属性の全パラ 2.5 倍ということで、なんでね今回こいつをね3体詰めた、常闇組影システムでちょっと遊んでいこうかなと思いますよ。なんか一人違うな、すごい。なんかこの常闇組影なんかやたらもみあげ長くない？これつもう当たんなかったんで、今回常闇組影ね1体しか当たんなくて、フレンドさんに1個お借りしてみたいな、そんな感じでいくんで、まあなんていうの、もみあげ組影使っていこうかなと思いますよ。こいつもねほぼ一緒なんで、まあ無課金さん常闇組影みたいな、逆に言えばこっちが有料版もみあげみたいな、そんな感じでやっていこうかなと思います。それじゃあやってみましょう。さあ裏百式でも挑戦しようかなと思って、オッケー、いきまーす。で最初ここでね3ターン遅延のもみあげがぶち刺さると、これ誰もあれなのかな、あれやってこない、やってきまーす。これ使って、オッケー、さあめちゃめちゃドアップもみあげきました。でこれ使います。そしたらこれたまる、うわすごい、なんかダークショーだって書いてんだけど、これ使います。食い殺してやるよ。これ使う、ダークシャドウ、オッケー、でこれ使う、もったいないけどこの針使うか、でこれ使う、オッケー、しょっぱな超クライマックスでいこうぜ。オッケー、これ使って、これ使って、でこれ使う、今から大会を開く、これ使っといてよかったな。オッケー、これ使って、よっしゃそれじゃあ早速やってこうぜ。闇多すぎる、すごい闇が多い、このパーティー指何秒あるんですか、まあ知りません。オッケー、さあ誰か見といて、オッケー、でここで組みます。ちょっと下手くそじゃない、すごい下手くそ。オッケー、さあここでなんか無効貫通もう一個ぐらい組みたい気持ちある。オッケー、さあ間に合うわけがないと、僕のパズル下手すぎんだろ。オッケー、これでもみあげと踏みかけの火力をご覧くださいよ、すごいもみあげ。オッケーさんもみってんね今回。オッケー、もう一個無効貫通組めたらもみあげ、もみあげだったのかな、まあもみあげですかね、さすがにもみあげ。オッケー、さあここ2億以上無効だから、これはもうダークシャドウともみあげの良さ出てくるんじゃない。これセリカ一応リーダーにしたこの4コンボ加算いるかなと思って、じゃあこれイルミ使います。もったいないけどこの針使うか、でこれ使う、ダークシャドウ黒の左下に作るんだこれ。なんかさ問題っていうかあれなってましたよね、なんかこの位置作る生成の場所がなんたらかんたらみたいな感じで、なんか山本がツイートしてるの見たわ、なんか常闇がね、なんかわー出た釘ドロップきた。オッケーさ、これエース切れるかな、毎回見えないんだよね、このなんか幽霊がへーみたいな感じで出てくる、あれ見たいのに一生見れないんですけど、僕毎回見れてないです、あれ。コンボ吸収がガチでエグい、で覚醒無効がガチでエグい、あと3ターン溜まってないです。これどうしよう本当に。これ使います、もしかしてこれ使う順番ミスった、てかこれ激減腫れてなくない、さっきの、ちょっと待って、ああようやく見えた、僕が死ぬ瞬間に、よし戻ってまいりましたと。でここどうしようかな、これまずセリカ使います。セリカ使って76番面からのこれ、今から大会を開くからのダークシャドウと、黒の伊達氏、オッケー、これ指が何秒なんですか、7秒とあんまりない、どうしようかなこれ、ここに組みます。適当に始めちまいました、すごい誰だよ適当に組み始めた人、困っちまうぜ。オッケー、さあこれでコンボ足りてるかな、
足りてますと。オッケーさ、さすがだぜウルワホイ。今結構ファン増えたような気がする。イケメンみたいな、さっきのパズルかっこよかったですみたいな、メアド交換してくださいみたいな LINE じゃねえのかよ。今の時代メアド交換の人いる？オッケーさ、来た。あ、いや嫌なキャラだぜ。いつまで経ってもクリオス、お前ほんと嫌だよな。バーニングシフト、オッケーオッケーオッケー。じゃあここはもみあげシャドウ使いますね。あ、演出切りました。なんか演出毎回出てきててね、めんどくさいかなと思って。で、待って、危ない、危ねえな。今なんか適当にやってたから、あれ無効貫通組めないとこだった。まあ、無効貫通は組めなくても別にいいんですけど、このなんていうの、あのダークシャドウのリーダースキル的になんですけど、闇セリカが9個以上なんですよ。これ誰と入れ替わる？危ねえ、ガチ危ない。これ誰でもよかったんですけど、まあイルミだったらやばかった。オッケーさ、誰でもよくやないやないかい。これでダークシャドウ黒の伊達、オッケー、これでよっしゃ、いいね、ガチいいんじゃない。これで全然倍率出てないしね。でも全く出てなくてオイラびっくり。危ねえな、やぶねえ。これあれじゃん、よく見たら闇を9個以上、じゃあ10個以上だった、さっきこの電磁気。危ねえ、ガチで。これ使う。オッケー、あ、繋がっちまいました。まあ、いっか。これで、なんかすごい、これ発動してる。電磁気のあれ発動してる。オッケーさ、雑巾がけ行ってきますみたいなこと言ってます、この子。オッケーさ、耐久できてる。ガチ危ない。オッケー、戻ってきた。ちょ、適当にパズルするのやめます。あたいもう適当にパズルするのやめる。すごい、真面目に生きるんだ。オッケー、これで。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。これでいったでしょう。さすがダークシャドウだぜ。オッケー、ただのもみあげじゃねえぜ、みたいな。最強のもみあげ爆弾。オッケーさ、これ次耐えれます？これ。アルファの攻撃ってもしかしてグロい攻撃とかあります？これ耐えれんのかな？いや、耐えてほしいですよね、本当に。耐えろー！危ねえ、ガチ危ない。これ闇セリカ使う。で、ダークシャドウ。ダークシャドウ。黒の伊達氏。テープ耐性持ってきてないのか、僕。こうします。やっぱ演出つけようかな。なんか演出が恋しい僕がいる。なんかもう一人の僕が。オッケーさ、遊戯王かな？オッケー、もう一人の僕ってね。回復来い。いや、ガチでかいこれ。ただね、あの、闇セリカの回復力じゃ、ちょっと物足りない部分もあるんで。オッケーさ、なんかデバフ食らってんのにめっちゃ乾燥しとる。ガチ強すぎ。インの加護もね、この裏百式だとちゃんと発動してくれるんで、これボス発狂時の行動、これ耐えれるのかまるで計算してないんですけど、まあ耐えれるやろみたいな。ブレイキングタウン、オッケー。ちょ、オンにしよう、これ。オンにしまーす。オンにして。オッケー。ダークシャドウ。黒の伊達氏。すごい、可愛らしい顔して、なんかゴミ箱の近くにいそう、こいつ。ファンの方に怒られそう。こんなんで。いいね。なんかさ、この、僕さ、ヒロアカ、普通に大ファンなんですけど、あの、毎週ジャンプで追ってるんですけど、今マジで熱いんですよね、ヒロアカが。なんですけど、この、ダークシャドウ、まあ、ダークシャドウでずっと言ってるけど、常闇組影ね。この常闇くんさ、アニメから僕入ったんですけど、このアニメを見てる時からずっと思ってることがあるんですけど、食い殺してやる。これ、なんで頭だけカラスなの、この子。いや、確かにね、なんかヒロアカの世界って、なんかその、いろんな異形の体の子たちが出てくるんですよね。例えば、なんか手いっぱいあるよとか、尻尾生えてるよみたいな。なんか結構ね、なんかカエルだよとか、なんかそういう感じの人がいるんですよ。鱗があるよみたいな。なんですけど、こいつ頭だけカラスなんですよね。頭だけのやついたっけ？こいつぐらいじゃない？で、なんかその手が人間なんですよ。普通の、ヒューマンなんだけど、頭だけカラスみたいな、何そのワンポイントアクセサリーみたいな、そんな感じの。ダークシャドウ黒の伊達氏。オッケーさ。ここで、まあいいかな。オッケー。ん？オッケー、まあいいかな。が、すごい、やっぱ下手くそじゃない？すごい！めちゃくそに下手くそだった。オッケーさ。いいね、楽しいぞ。裏百式ぐらいだったら、オッケーさ、これをね、極悪チャレンジ行こうものなら、多分僕は消し飛ぶんでしょうね、おそらくきっと多分。これ一番右のね、ダークシャドウくんが、あれ、下がるわ。なんか、常闇くんって言いたいんですけど、なんかね、常闇くんって言ったら、なんか、パズドラ界にはね、俺だぜ、みたいな方がいらっしゃるんで、あんまり言うのがよろしくないかなっていうのと、あともう一個、ダークシャドウっていう響きが良すぎて、永遠に言ってたいよね。オッケーさ、これで。いいね、すごいいい火力。いや、もう一体欲しいな、こうなってくると、ダークシャドウ。ガチで欲しい。
オッケーさ、常闇くんね。これ振りかけって呼ぼうかな。どうしよう。これ使います。で、これ使え。一回殺してやるよ。オッケー、この水消せない一生つきまとってたよね。全然回復しなかったんですけど、わざわざ。オッケーさ、これで。いいね、なんか左下に回復の4つ消しが団体できてますよ。なんか、グループで団体できて、なんか予約しておきましたみたいな、飲み会スタートみたいな、そんな感じの。で、やばいね。これはやばいね。大丈夫かな、これ。ここは、一回やってみよう。これ使います。もったいないけど、この針使うか。で、これ使って。ダークシャドウ、黒の伊達氏。ワンチャンいけないかなというそういう淡い期待、それによってこれでいいかな。オッケー。さあ、すごい闇まで待てばよかったな。いや、私は本当に愚か。オッケー、これで。ちょっとやばくない？なんか今やばい火力が見えた。これ常闇くんめちゃめちゃ火力出してなかった今。なんか11億ぐらい出してたような気がしたんだけど、僕の気のせい？なんかすごいなんか目やにとか詰まってた僕。これはこれでいいでしょう。で、水こんなんでいいでしょう。オッケー、これで。いや、いいね、これ初めてぐらい。いや、初めてじゃねえわ、さっき見た。これ釘ドロップの演出見えるんじゃない？気持ちいいぜ。オッケーさ、楽しすぎ。確かね、この釘ドロップの初登場が呪術廻戦コラボの釘崎野原が初だったはず。いやいや、見せてやろうぜ、もみあげ。俺も強いんだぜってところ、さっき多分ね、常闇くんめっちゃ火力出してたと思うんですよ。なんですけど、やっぱもみあげも俺も負けてられねえぜみたいな感じで見つめてきてるんで、まあ火力出してあげようかなと思います。こんなんでいいかな。なんかめっちゃ繋がっとる。すごい繋がってて、おいらびっくり。オッケーさん、めっちゃ繋がってた。ちょっとテープ邪魔だな、これ。ちょっとテープ帰るまで待ちます、これ。オッケーさ、火力やばいな、敵の。これ、ボスの半分事故で僕、受けれるのか、まあ、受けれると信じて。オッケー、これ使います。黒の伊達氏。ちょっとみんなこれさ、見てて、この常闇の火力。多分ね、11億ぐらい出てたと思う、さっきの火力。あべ、これで。いや、見てて、これ。ガチでやばいと思う。一番右ね。やばいね、すごいやばいね。いや、本当にやばいわ、これ。14回まで来ました。危ねえ、ガチ危ない。これね、闇ラードラ来たら急コンボイカ吸収とかいうバカタレ行動してくるんですよ。いや、ガチ危ない。オッケー、さあこれでステリカで、これ。ダークシャドウ、黒の伊達氏。いや、固定生成がガチ強すぎる。そう、さっき言おうとしてたやつがあれですよ。なんか炎上ではないんだけど、なんか、不具合っていうか、仕様なのかな。なんかね、最近パズドラ 5×4 マスっていう盤面縮小よくやってくるじゃないですか。なんですけど、なんか、この常闇くん、これ5×4盤面にされてたら、闇6個しか作んないらしくて、で、スキルでは、なんかこの、3×3 正方形に闇を一つ生成、3×3 って書いてんのに、2×2 になってんのが、これどういうことやねんと、なんかみんな言ってて、確かに、みたいな感じになって、今ね、なんか修正します、みたいなこと言ってましたね。いや、ガチありがとうね。最近のパズドラはね、なんか5ねたら大体通るみたいなところあるんで、オッケー、さあ、5点無料配布頼む。オッケー、これは。いやー、ミスったぜ。今、ガチでミスったな、本当に。うわ、愚かだぜ、ガチ愚か。今の、組めてたな。結構このパーティー指短い。誰指持ってないんだ？ない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 。なる！いやー、すぐもみあげのみ！まさかのもみあげオンリーワン！ガチかよ、やばすぎ。最近さ、動画編集してて思うんですけど、僕ガチかよっていうこと言いすぎね。なんか僕ガチばっかり言ってる。ガチみたいな。そんな感じの、なんか JK みたいな、そんな感じの喋り方しちゃってる。オッケー、さ、これで。あれ、ずらして水落ち込んしたらよかったな。なんかめっちゃさっきから吸収されてる。すごい美味しくいただかれておりまして、これ使います。黒の伊達氏。ただ吸収終わった、ありがとうございます。ようやく吸収が終わりましたということで、オッケー、さ、これ闇の列入れちゃおうかな。いや、マジで短いな、本当に。これでいいね。これで列入ったんで、これでめっちゃ軽く出ると思いますよ、常闇くんが。いや、最強やないかい。オッケー、さ、ガチ強すぎる。いや、本当に水晶が割れていく。オッケー、さあ、新たな生命体生まれました。こちら、白蓮光ね。お前、105時かよ、みたいな。今、極だよ、みたいな、超を何、いくつも超えていった数字の単位。もう、遠くまで行き過ぎだろ、急にね、あれ。これ使います。殺してやるよ。
OK。で、どうしようかな。指がガチ短いんで、このパーティー。こうして。まあ、いっか、これで。OK。これ、開口落としてます。OK。しかも、四つ消しで落としてる。これ、おしゃれすぎない?さすがに。イケメンすぎ。おい、これ、バタバタバス。OK。これ、ツーパンできるんじゃない?ワンちゃん。これ、ツーパン狙います、私。大丈夫か?これ、闇セリカ使え。で、これ使え!もったいないけど、この針使うか。で、これ使え!ダークシャドウ、黒の打天使、いいんじゃないこれ。闇列入れて、危ない。オッケー、さあこれでいきます。オッケー、さあパズル適当すぎるけど、いいね、これで全員が、うわ最高最高、カウントは。チャンネル登録をめちゃんこしてほしい。